桃田賢斗、なんとね、フランスオープン準決勝、常山幹太との試合で、まさかの途中で棄権っていう。おい桃田、お前逃げただろ。正解だ賢斗、棄権して正解。あのね、腰はやばいよ本当に。腰っていうのはバドミントンする上で怪我したら本当にやばいから、むしろあのね、1ゲーム目の時点でちょっとでも違和感があったらもうその時点で棄権しておくべきなんだよ。だから俺からしたらもうちょっと早く棄権してもよかったんじゃないかなと思うんだよね。せっかく東京オリンピックが全然ダメだったけど、でもそっからちょっとずつ国際大会でちょっとずつ調子を戻していってる時、そんな時に怪我したらまたね戻るか分かんないじゃん賢斗。だからもうね、ちょっとでも違和感があったら休むべき。あのさ、トップ選手の練習量っていうのはものすごいね、もう多いから、だからさ、トップ選手は怪我が重症化する前にしっかり休養をとって、なるべく軽症のうちに治しておく、やっぱりこれが基本だよ。スポーツ選手はどうしても怪我と付き合っていかなくちゃいけないけど、でも仮にも男子シングルスのね、日本のトップなんだから、賢斗さ、そこはね、もうちょっとね、自分を甘やかそう。せめてそれぐらいは甘やかそう。きっとね、あのフランスオープンはね、常山幹太がね、多分勝ってくれるから、決勝戦。勝ってくれるから、賢斗は休めしっかりと。もう頑張りすぎて重症化したら次ないよっていう状況になるかもしんないじゃん。だから賢斗はまずね、ここら辺でまず怪我をちゃんと治そう。1週間、2週間、3週間、まあ、1ヶ月か、わかんないけど、でもさ、安静にしよう。で、万全な状態で、また頑張ったらいいじゃないか。賢斗。俺はね、ほんとこういうのはね、やっぱり、無理するべきじゃないと思う。無理して、重症化して、なかなか復帰できないと、桃田のファンもね、みんなが悲しむだろう。そうじゃない。ここは、なるべく早めに、直して、しっかりと。で、また、賢斗のファンにさ、試合するところを、見せてやろう。賢斗。こういう時は、何回も言うけど、しっかりと休養を取ろう。で、なるべく、腰を使うようなことは、やめよう。そう。夜のバドミントンもしばらくは休憩。休憩や。賢斗。休憩だ。ここら辺でちょっとさ、バドミントンもさ、夜のバドミントンもさ、休もうぜ。賢斗。じゃあな。